とにかく進める場所に進むしかないですからね結局んとこ開けまーす非常にややこしいんだけど今進んでギャー来たーいるいるあいつ手をのおってるからもうパリでやっちゃった方がいいかな縦破壊しようとすると大変だからねはいあっ外したかん そうだ、こういう建物のやつはたまに体当たりやってくんだよな、こうやって。これ多分パリできないんだよ。ほらね。ほらよし蹴り飛ばして、まだ生きとんのかいで、なんか上にもボーガン打ってくるやついたよな。この、うぅーアねリどこだあ、そこだな。 見つけたぜーいらっしゃいおい美しいエージェントっぽいぜレオンまるでエージェントだあそこにもいるなモーニングスターはパリーしづらいんだうっ来てるいったーくっすこいつら来たねえぞ近くに潜み上がるいちいち 嫌いですあでなになにしてるそういう店じゃないんですようちはお帰りください、えー、まあどうにかなったか片付いたな一旦ここは通れないねあっちも通れないそういうこういう細々した確認のところをね普段カットしたりして あれなんだけどたくさんカットした動画が出来上がってんだけどどうしても無駄が生まれちゃうからねこれ上でいい感じかないやーこんなとこ誰もいないわけないよなはっいやいやちょっと約束が違うじゃないですか静かな夜だったでしょあれなんかお前見たことあるか一回 あっまたお前ってちょっとあ死んじゃうかもでもさすがにあいつなんかこんな中とか入ったら追ってこれないよねちょお,お魚食べよレオンお魚食べよえっとあいつ前に会った時は狼が助けてくれたりしてアキレス腱噛んでくれたりしたからね。でなんか隙をついて。 背中にある弱点の触手を狙ったりしたんだけど見えるか背中の弱点こっからじゃ厳しいかななんかギミックで倒すタイプの敵だったりしないよね別に何も書いてないなちょっともう出てみるか表危険を覚悟でこういう影に隠れてたなうわあ食らうのかえ逃げ場所なくないあの攻撃あ これならさすがに隠れられるかもよかったーであなんだなんだ降りられるとこあんじゃんあこれもう移動しろってことだな攻撃をこうやって回避しながらはい回避して突っ込めここでも避けれるはずじゃこの隙間怖いなこの隙間怖いですうこ怖えー、ケツに火つきそうだったぜ今でここいやーいるー くそこいつらも相手しなきゃいけねえのかよあ足がった倒したな他にはいるじゃんよいしょはいはいはいしぶといねちょっと今そのしぶといのいいからあぶねたまたまこれやってよかったな壁遮蔽物ちょっと待ってマップを確認してえあっちに戻ってく感じか一番あっちまで行けば商人のおっちゃんとかいるけど いやどこまで行けばいいのか分かんねえどっかにあんのかなうまく背中を狙撃できるようなポイントがで一旦この石つぶてをかわしてから動かないと怖いな今ガンパウダー落ちてたガンパウダー落ちてるってことは弾も使う展開にはなるんだよねあちょっと待ってあハーブ落ちとるこんなとこにラッキー はいじゃあ石つぶ手を見てから走り出すで次の隠れられる場所を探して降りてまずいまずいのではここうわ上にあいついやー痛いひキー相手,、ね、相手する気はないのよ別にちょっとお前どけお前どけよしよかったーうー巻きこまってくれたーであっちょっと今出れねえぞよーしラッキー お金はい,ただいときますあしまってんじゃんここあれどっかでレバー引く必要あるどっかでレバー引いてからここに戻ってくるのかそうかもなーこれ以上降りらんないもんでしたあ降りれるかもうわっい怖いあっていうか向こう側進めるな月が空いててあレバーあんじゃん で、よし、取れるアイテムは開始クソ通貨ばっかだぜでレーバーを動かしてこっちが開くうわいやだなちょっといやだねあんたやだねよしいてててあアーマーが壊れそうかちょっとあいつ頭動かすんだよなよくよし一人やったよし とりあえずこれで上からボウガンでは撃たれないで <laughs> ちょっとああここ下に降りる必要あんのかよし石つぶて見たらすぐ行こうよし一旦降りまして裏に隠れましょう裏来た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 でもここは落ち着いて戦えるクソ外したけど一発えい やっぱモーニングスターはタイミング読みづらいなおおい生きとんのかーいおおよかったーサンキューでけえの助かるぜーいやお前のせいで大変な目にもあってるんだけどねよしとろ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 よしおこんな火薬なんかもあったんだあ敵何体かをうまく誘導したら弾薬の節約になったかもしんないねこれ あれでもここ来たはいいけどおいいもんあんじゃんいただきいやじゃなくてここもう行き止まりかもう隠れるための場所って感じあれこっから上に上がんのってどうしたらいいんだうわそこにはしごあんじゃん <laughs> 勘弁してくれよよし 見たと急げ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 よレオ急げよ走れうお怖えー、よしで来たかった場所に来れた大砲なんか前にも一回使ったな大砲大砲を解放させるなんかダジャレみたいになっちゃった大砲あこんなところに小さな鍵 まあ使っときますけどはい装飾中あっはあ虫のなにブローチ的なかわいいはいでああら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 あでも手オのならパリーでいけるかえいよいしょはいで この重り破壊したら大砲が上に上がる感じかなその前に拾えるものとかもうないか一応確認してはいはいこのはしごで上に上がるのねよしコントロール行けやってやるよなるほどあの大砲で撃ち合うのかあの石つぶて飛ばしマシーンとあれでもこれ一番上まで上がってない感じかまだ重りあんのかなえい でいいんだよね上行っちゃってよし行こううわ来たぞ来たぞ奥外ああそこにいるな見えるね敵の姿がで石つぶては変わらず投げてくるのでかわしてから <laughs> いけるかいけんのかいさす倒れねえの あ、倒れたすーげえタフネスすだぜデカブツデカブツオダブツジョイマンできたわ大砲開放デカブツオダブツで,ー <laughs> でまたあれかないつかの時みたいに大お楽しそうじゃん <laughs> 楽しそうじゃないの ふうー気持ちいいよしこれでやい,いや、違う違う、扉だけじゃなくて、あいつらもだよレオン、ちゃんとやんなきゃこっから敵上がってきたりしないよねなんか今、走り出してたけど。じゃあ、これは降りちゃっていい感じっすかね降りて、あまたなんか重り。んこれは届かないよな、さすがに。撃ってみよう。 楽しそうだから。なぜなら楽しそうだから。はい、降りますと。で、え、なんか中の状況変わったりした今のおもりを破壊したことで。ってわけでもないのか、別に。あー、でもなんかすんごい手前に一つ取れじゃあんな。すんごい手前に。 まあすべてもれなく回収できるとも思ってないから仕方ないけどあれまだいたんだモーニングスターやだなーモーニングやっぱそうだよモーニングスタータイミング読みずれんで足よしーあ一応あれできんだな初めてやってみたけど縦からはみ出てる部分一応的確に打とうと思えば打てるんだなこれもレーザーポインターのおかげよすいませんね ちょっと一つ,つの場所にとどまる時間が長いと思うけどやっぱりいろんな場所目視でできるだけ確認したい <laughs> うん。えい元気そうじゃん久しぶりでけえのうわーよかった元気そうでおいもう一発食らいてえかもう一発ぶち込んどけよかったなおっあいつ いや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 あいつまだ追ってくるってあの調子だとこっから落下したくらいじゃ死なないでしょあの大砲くらってピンピンしてんだから <laughs> えっとここここどこすかまずレオンさんここどこすかえこっちでいいまっすぐ進むしかないですよねえー、っと 落ちてるもの何もないのかな何もなさそうだなこの部屋はお邪魔しますよ開けた場所来たなここはあアシュリーポイントすぐ近くじゃんやったやったやったぜアッシュアッシュどこアッシュなんか敵いたりしないかなこういう場所狙撃士がやりそうだよな せっかく今はライフル持ってんだからさ誰かいたらやりたいんだけどえー狙撃させてよ全然いないじゃん何のためにライフル買ったと思ってんだよこっちだけが一方的に攻撃できる射程で攻撃するためだぜ相手は決して届かない場所で一方的に攻撃するためじゃんライフル買った理由って いや、マジで、誰もいなそうだな。すみません。お待たせしました。じゃあ、進もう。よいしょ。お邪魔し、おっ。ムービーだ。おっ。アッシュ <laughs> いたな、コントン離れるな、勝手に。 そのためにセラオジと待ち合わせしてんじゃんレオン怖いのあの時私自分じゃなくなった別の何かになったアシュリー分かってる怖かったろああ,<っ>あなたもそうだよなハニガンには報告してないけど怖がっていいんだ。レオンもなのよ一切の報告してないけどねこの件はでも逃げない 前に踏み出すんだ。助かる方法を探そう。一緒に。私にできるかなできるさ。ただ次は俺のナイフは取らないでくれ。<laughs> <laughs> ジョークで和ます余裕。レオン。コンドルワンね。ありがとう。間違いないで、ね。 あいい関係が深まった気がする終わりえ2人とも世ラオしのこと忘れてないよね <laughs> <laughs> セラオしさん <laughs> 今待たせてるかもしれないんだけど中庭でだってあの人えだって前はっきり言ってたよなどうにかする方法があるかもしれないみたいなことまあでもこの後はさすがにもう一回中庭に戻ろうって話になるのかな そうだといいけどあでもなんかこのチャプターあったいい感じだったぜ死亡ゼロ命中率80%ああいい戦いができたかもしれないまあ、取りこぼしがないようにとかいろんなとこ見てるからちょっとちんたラはしちゃうけどどうしてもああもうちょっとだけそうか50分しかかかってないのかもうちょっと だけ次のチャプターの冒頭くらい見ようかな。どうせチャプター始まったらすぐ商人のおっちゃんいるしね。こちらゴンドルワン、コンドル2と合流した。おどこにいるおど前はお前も助けんのお前は。助けんのお前も助けんのお前も助けんのおお前も助けんのふざけるなよ。中庭の先のお前場助そこで待ってるからね。 聞こえてたあら余裕出てきたねコント2しょうがねえ助けに行ってやるかファルコン3よ <laughs> ちょっと <laughs> じゃあ、うん、ここ何何部屋あ,あさっきアシュリーがいた部屋かであれあ中庭って割とすぐそこなんだな うん、高低差があるくらいの場所なんだな。関係なんだな。じゃあ再び中庭に戻って、その先の舞踏場という場所に行く。このちっちゃい粒に割れるんだ。あ、助かる。えー、あ、助かります。ショットガンの弾なんて久しぶりに拾うぜ。なかなか拾わせてくれねえんだよ。ショットガンが一番頼りになるのに。 まあ、頼りになるからなのかな確率低く設定されてたりすんのかな引きが悪いだけかもしれないけど。で、こっちでいいのかなえハーブ、木なんてあんのめちゃくちゃ重要アイテムじゃん。え位置的に、これ部屋の中か。あそれか。うわ、これは見逃すよ。だいぶ近くまで行かないと。うん、この辺何もなさそうだから、やっぱ。 近づかなかったりするもんね。ある程度近づかないと、このアイコン出ないもんね。やったーなんかハーブ黄色なんて久しぶりに拾う気がするけど、多分見逃してんだろうな、いっぱい。結構大事なのにね、体力の最大値上げるなんて。じゃあ、究極ハーブ作っといて。えー、っと、あでもいつもチャプター始まってすぐいる商人のおっちゃんが。 今回はいねえじゃん。新商品楽しみにしてんのに。この辺も。まあ、同じ中庭でも結構広いから、前に来た場所とは違うのか。なんか迷宮みたいになってんな。地図的にもそうだったもんな。いや、迷宮じゃん。どういう作りに。<laughs> くそ、これもあのバカ上司の趣味なのかな。んあなんだ、カラスかビビらすな。 カラスは別に襲ってこないもんね。優しい、かわいい。あ、はしご一応登るか。これ取ってから。すぐ行き来らすね、アシュリー。ごめんね、振り回して。あ、おレーバーじゃん、引こう。<laughs> レーバーといえばすぐ引くからね、コンドルワンは。あ、あ、あ。 いやそれは分かったけど、あれ3箇所全部下ろしたら先に進めるみたいな。まあそういう感じだよね、どう見ても。じゃあそれを探しつつ、うん、最終的に開く場所は、ここ。これが全部下ろしたら、ここに、おそらく。そういうことだね。じゃあ、旗探しだ。 旗探しというかつまりレバー探しだね。レバー引けばいいんでしょ得意だぜー、ゴンドルワンは、レバー引くのは。よいしょ。あ、いろいろ落ちてんね。おっしゃあ,あーくそーく,くさりヘビーなんかくさりヘビしとめんのも、<laughs> 前より上手くなってる気がする。助かるね。ハーブ拾ってんのと同じだもんね、くさりヘビ。 チュッ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 待ていこれ先手必勝で合ってるよなあなんか仲間連れてきたりしねえよなやめてよお友達連れてくんのあれ向かってくると思ったのにな一発撃ったらそのまま二発目もすぐ狙えばよかったな照準ある程度ぶれてもあでも向こうにもいる当たるか当たった 倒したのかうわ、その手の敵いんのか、教団のやつとかじゃなくて、獣系のやつ。えー、っと、この子を倒したんだね。すまんな。なんで小銭持ってんのかは知らんけど。えー、っと、この辺はもう、行き止まりか。行き止まりで、キュースプー嬉しいね。鎖蛇といい。はい。あ あこの塔の上かさっきもなんか塔の上だったもんなレバーがあったのはここに登れればいいのかでも登るための道はここではない,いやーやこしいここああああああなんだ向こうかこれはうっといた方がああ来てる <laughs> すごい無駄な弾撃ったあっはえるなってマジではえるなクソ貴重なライオットガン君の弾を一発無駄にしましたやっちゃいましたまあでもこの程度の被害で済んでよかったかう、えー プしャッハイうっざけんじゃねえぞあーごめんねーおいちょっと待ってどんどん湧いてくんなキチキチなんか鉄格子の向こうにいる気配もするけどもう確実に当たる状況で打たないとななるべくいっ,ったんはあなんだお前おっやったな いや、獣が力尽きる瞬間嫌だな。悲しくなっちゃうもんね。いや、つうか、マジで迷宮じゃん。勘弁してくれよ。あそこ登れるー。アジないの二つ目。やっとぞ。やっとよ。はい。何この仕掛け。うっとうしいわ。<laughs> 日常生活どうしてんの あの建物の中に忘れ物しちゃったなーって時にこの3加所のレバーいちいちおろすの忘れ物1個のためにあこれこっち側から開けられるほうあ来た来た来たー <Okay. S 1> あ今相打ちになったのかでいやーダメージ受けちゃったなこんな時の鎖蛇をあいや先にブラスックバスの方がいいかな新鮮なうちに新鮮なうちにいただいとこう ブラックバス足が速いもんね魚の方が多分でまだするね鳴き声どっちょっと勘弁してくれ本当にちょっともうこれあれか手榴弾かほらやめああやめてくれちょっと手榴弾の行方を見届けることなく 終わってしまった入るなあっやべえアシュリーがまずいぞくそ平気ではなさそうですねどこいったいたなよしそのサイドステップも嫌だなあてかレオンまっあくそアシュリーまた倒れてるーあっああつまんねえとこで死んだね なんかつまらないとこでつまらない死に方をした気がするあの手榴弾ミスったのが全てだなあでもあれか2つ目の旗を下ろしたところがコンティニューポイントだったのか行こうついてきていいよ,よしもうさっきのコントローラーじゃねえぜ扉が開く瞬間に合わせて投げ込むああ、開かなかったわ 開く前に倒しちゃったあ、でも先行手榴弾なんか手に入れちゃった <laughs> あでもこれで良かったじゃんこれで良かった完璧な対処とも言える開いた瞬間に爆破するように投げたつもりだったんだけどこれって開かないの開かないのかこのマークは何だいやでもまだ鳴き声するなあいるじゃんこんにちはこいつは挨拶代わりだ あ、今一発鉄格子に当たっちゃったかでいいねいいねあまり鳴き声がしなくなったあーびっくりした <laughs> じゃあ今何が起こったか <laughs> って言<い>うと <laughs> 木箱が目にはあちょっと説明は後だ説明は後だぜ俺が不可解な行動を取ったことの説明は後だあごめんねアシュリーまた変な指示出しちゃって スティックを押し込んじゃうから <laughs> はいブラックバスいただいていやこの木箱が先に目に入ったから木箱を開けようとしたら判定がこっちに座れたんですよねレオンがレーバーを下げたがるからそれでなんかびっくりしてごちゃっとしたというだけの話なんだけど今レーバーを下ろしたことであちょっと待ってあ指示これを頼む アシュリーに下ろしてもらうってことか。はい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 。レバーを下ろしてる間しか開いてないのか、そこ。いやー、ちょっと分断されんの嫌だけどな。うん、アシュリーがこれやってる間だけ開いてるので、はーい。今のうちにさっさと、えー、っと、こっちのレバーを下ろして、旗を下げると。 でこれ急いでアシリンとこ戻らないとなんかあんまりいい予感しないなやったぜやっと迷路から抜け出せそうだ本当になあいいやっぱそうじゃん <laughs> ちょ大変な迷宮だからもうああそっかレバーがよいしょ上がっちゃったからはいこっちから降りてなんだお前クソ 強な真似をで、えっと、アシュリー、アシュリー、アシュリーのとこに行くには、ちょっと待って、アシュリーのとこに行くには、えー、どっちから回り込むといいんでしたっけあれ、アシュリーのところに行くには、どっちから行けばいいんだいえー、っと、こっちらだな、こっちら。こっちから走って、そんなに離れなければいいんだもんで、ね、やってくれんじゃねえか、ピチクソがう。ふぅ、あっ。 あれ,お前あれ生きてる元気あれちょっと元気なやつもいる元気なやつもいるクソやってくれんじゃねえかやばい早く商人乗っちゃんととこに行かないと持たないかもいろいろとあのー、ナイフの耐久とかそういうのがほらあ今まとめて蹴れると思ったんだけどなーはい OKOK じゃねえじゃねえかまだいいのかい あねえやっちゃうよねレーザーポインターがあってもブレるもんね敵動くんだからよしあーでもどうにかやったどうにかやったなああ平気じゃないのはお前の方だけどなコンドルはえー、っとどうしようあなんか1個取れじゃんねあれ回収してからかなまずはあれまたうなり声するな え、またするじゃん、な出た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 ぜこれはもうライオットくんよおいこっち来い曲がって来い来た来た来たーふうさすがにショットガンを使う価値があるでやったお宝だイエーイあっごめんねスティックねいつの間にか押し込んでんのよ であてかコンパットナイフ完全に破壊されてる <laughs> でもまあ使い捨て系のナイフも持ってたからそっちに切り替わってんねそっち先に使っとけばよかったな完全に折れると修理代高くつくんだよ前にも一回あったんだけど早く会わないとな商人にあちょっと待ってくれあ、そこにもう開いてんのかい いや、中庭の迷宮が本当に迷宮だったからさ、一旦この部屋でセーブしようと思ったんだけど <laughs>。いや、もう結構な迷宮だったから大幅にカットしたとは思うけどね。どうにか開けたので、一旦ここでセーブして休憩させてもらおうかなと思いますね。まあ本当だったら前のチャプター終わった時にやめようと思ったんだけど。はい。 ここで中断。でもあの開けた場所の奥にセラオジがいるはずなので、今度こそプラーガを体から排除するヒントを手に入れないとね。よし。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。